気がついたみたいよ、デボル。おはよう。よく寝たな、ナインエス。レジスタンス。キャンプ。あなた、2週間も眠りっぱなしだったのよ。見つけてきた私に感謝しろよ。トゥービーは。お前の方がよく知ってるだろう。ブラックボックス信号も切れている。そう。デボル、ポポルタイプのアンドロイドは治療、メンテナンスに特化した希少なモデル。バンカーなき今、彼女たちがいなければ9Sの修理、補修は厳しいと予測。推奨、感謝の言葉。ありがとう。私たちのタイプは昔は大勢いたんだ。何でも大規模システムの管理を任されていたらしい。らしいってどういうこと？当時の記録は消去されてるから何があったかわからない。私たちのモデルは過去に暴走し事故を起こしてる。同系機は事故後にほとんど処理された。私たちが処分されていないのは再び暴走しないようにサンプルとして監視されるためなの。でもおかげでこうやって仲間を助けることができる。それが私たちが犯した罪への償いだと思ってる。あまり無理しないでね、ナインエス。あまり無理しないでね、ナインエス。見つけてきた私に感謝しろよ。見つけてきた私に感謝しろよ。なんだこれは。地下空間より出現した巨大構造物、機械生命体の手によるものと考えられるが詳細は不明。巨大構造物中央部に移動構造物を確認。エレベーターか。
このようなアナウンスを行う理由。奴らのやることに理由なんかないさ。物体の場所を通知。ふざけやがって。状況報告。報告。先ほどアクセスした巨大構造物について機械生命体に由来すると考えられるが詳細は不明。また構造物から射出された大型ユニットが数箇所にあることが判明している。大型ユニット。先ほど目的地としてマークされた物体、自称資源回収ユニットと予測。ユニットの目的は不明。 A2 は現在位置、生死ともに不明。分かった。その大型ユニットの位置をマーク。目的の提示。機械生命体の殲滅。ヨルハブ隊基地バンカーが破壊された現在、各部隊員に対する命令は留保されていると判断。推奨レジスタンス部隊への合流と命令系統の再確認。命令だからやるんじゃない、僕が決めたんだ。機械生命体は殲滅する。そして A2 を殺す。
霧が。報告、敵大型ユニットからの大量の蒸気発生を確認。蒸気、一体何のために。不明。なんて書いてあるんだ。天使文字と呼ばれる旧時代の特殊な文字、肉の箱という文章。なんだそれ。この建物全体、内部まで機械でできてるのか。報告、機械の機能とは関係ない無意味な部品を多数確認。そうした部品が使用されている理由は不明。やつらのやることに意味なんてない。
許さい。エネルギー収束、近接射撃モード、最大出力 9S 発射。警告、 9S のバイタルに異変を感知、推奨早急なデータオーバーホール。他の大型ユニットの位置を検索、さっさと認証キーを集めて塔を破壊しないと。警告、バイタルに異変を抱えたままの戦闘継続は危険。いいから検索しろ。アクセス可能な位置に稼働中の敵大型ユニットを確認。マップにユニットの場所をマーク。
スコル。まあいいか、よかったら少し見ていきませんか。こんなものが何これはポッド。推測、所有者が何らかの理由でセーフモード状態で同期。捨てられたポッドか。再起動と所有権の上書き確認。起動確認、アクセス成功。所有者の上書き登録成功。特殊兵装が使用可能。推測、過酷な作業はいずれ組織に悪影響を及ぼす。ちょっとアネモネさんに話をしに行こう。
樹液の採取可能な地域を検索。すでに検索完了。当該資材、樹液がある区域を地図にマーク。樹液はこのくらいでいいか。何か書いてあるな。魂の箱と記載。そういうことか。システムプロテクトを解除しないとコアまでたどり着けない、そういう仕組みか。
分析。このエレベーターは何らかの要因により、射出。あのでかい構造物は何かの発射台なんだ。あれだけの施設、宇宙に向けて。まさか月面の人類サーバーを狙った。大砲。情報不足のため否定も肯定も不可能。クソ。この回のブロック装置は3箇所。分かってる。全部ハッキングすればいいんだろ。
調査が必要。次のエリアの調査。